ダイヤモンドスターモーターズはかつて、クライスラーと三菱自動車工業が合弁で設立した自動車、製造企業である。1985年に設立され、主に三菱、クライスラー向けの自動車を製造していた。その後1993年には三菱自動車へ売却され、以降は三菱自動車の北米事業部門となり、1995年には、 事業内容に合わせ、三菱モーターマニファクチャリングオブアメリカへ、さらに2002年には、三菱モーターズ、ノースアメリカへと改名して、現在に至っている。社名の由来は、三菱のシンボルである、スリーダイヤモンド、およびクライスラーのシンボルである、ペンタスターを掛け合わたものであった。なお、日本の車検証の社名欄には、エクリプスは、三菱ではなく、 ダイヤモンドスターと表記されていた。DSM で生産された代表的な車種、エクリプス1970年に、三菱自動車は、クライスラーと業務提携して以降、北米市場における販売網が盤石でなかったこともあり、クライスラーの販売網に乗せて、コルトギャラン、トレディア、コルディアなどの自社製品を展開していた。 また1970年代に発生した度重なるオイルショックの影響もあって、北米市場では小型車の需要が高まっており、小型車のラインナップを欲したクライスラーにより、北米へ輸出された三菱製自動車は、クライスラー、ダッジ、プリムスのブランドネームにて販売された。これは、北米市場で輸入車にかけられる関税を回避するためのものでもあった。 輸出されたこれらの三菱車の売り上げは、クライスラー、三菱双方で分配されていた。しかし1981年に、三菱自動車工業が、米国三菱自動車販売を設立して、北米市場での販売網を強化し、自社での展開を始めると一つの課題が浮上した。当時アメリカ合衆国では、日本車の輸入販売を規制しており、 一定台数以上の輸入に制限がかかっていた。それは、クライスラーのブランドで販売されていた、三菱車も含まれており、小型車のラインナップの拡充を求めていたクライスラーに、とっても、痛手となっていた。これを回避するため、三菱自動車工業とクライスラーは1985年、事業合弁契約を締結し、現地生産を行う法人、ダイヤモンドスターモータースを設立した。 出資比率は三菱、クライスラーそれぞれで50、50であった。1986年には、イリノイ州に工場を設立し、1988年には、年間24万台の生産が可能な設備として、稼働を開始した。1993年、クライスラーは保有株式を三菱へ売却し、DSM は三菱自動車工業の一部門となった。 三菱へ売却されて以降も業務提携を維持していた2004年まではクライスラー向け車種の生産が行われていた。ありがとうございます。